マザー・グースのコール・ロー・オー・コール・ロー・オーは、英国を中心とした、英語圏の同様である、マザー・グースの一および英国・ケルトの伝説上の王である。バイオリン弾きと同様の原始マザー・グースでは次のように、歌われている。歴史上のコール・王、または、シール・王にはいくつかの候補がいる。一人は、英国エセックスのコルチェスターの創始者で、その町はその名にちなんで名付けられたという。 三世紀に生きていたらしい。コルチェスターとは、コールの城という意味である。彼の伝説は、しばしば、マター・オブ・ブリテンに現れるアーサー・王と円卓の騎士の物語を含んでいる。コルチェスターには同じ名前の二人の統治者がいたようだ。シール・コドヘボグ別名コールだよ。そして、コール・ロウ・オーコとシール編である。どちらの王もはっきりとしたことはほとんど知られていない上、 本当に二人だったのか、実は一人なのか、あるいはどちらも伝説に過ぎないのか、それすら明確ではない。別の伝説では、彼はキュノベリヌスすなわち、シェイクスピアのシンベリンと関係づけている。モンマスのジョフリーは、彼の著書、ブリテン・列ツオーデン、イストリア・レグム・ブリトニーに、コール王を、アスクレピオドトス王に続くブリトンの王であると記した。ウェールズの時代史には、彼の名は、 シール編語ドヘボクであると書かれている。可能性のある二人の名を合成したものであろう。モンマスの記すところでは、シールはディオクレティアヌスの逆殺へのアスクレピオドトスの対応に怒りを覚え、彼が公爵に助せられていたキールコリム公爵領で反乱を起こした。彼は戦闘の中でアスクレピオドトスと相まみえ、彼を殺した。そうしてブリテンの王位を奪ったのだった。 ローマはブリテンに新たな王が立ったことに脅威を感じたらしく、元老院議員、コンスタンティウス・クロルスを施設としてシールに送った。ローマ人の恐怖、シールはコンスタンティウスに面会し、彼がブリテン王に泊まることを認めるまは、供物を納め、ローマ法に従うことに同意した。コンスタンティウスはこれらの条件を認めたが、しかしその1ヶ月後シールは没する。コンスタンティウスは、 シールの娘、ヘレナをめとり、彼自身の手で、ヘレナをシールの四次として体感させた。ヘレナは後に一子を設け、その子は長じて、コンスタンティヌス大帝となるのであった。なお、ブリテン・列王伝は、歴史的に正確ではないと考えられていることに、注意されたい。デイビッド・ナッシュ・フォードとピーター・エール・ケスラーは、コールは、ローマ人が軍隊をブリテンから撤退させた時代である。 期三350年から420年頃に存在した北ブリテンのハイキング、シールヘーンだと強く主張している。彼はローマ領、ブリトン公爵領の最後の領主であり、ローマ領、ブリテンの北部地方であった部分を統治するためにエブラクムにあった首都を奪い取った。北部ブリテンのほとんどのケルトの王、およびウェールズの王は彼の末裔である。例えばレゲド王がそれにあたる。 彼は、グーイネズ王国の創始者クネッタの義父であると考えられている。もう一つの可能性は、コールは、ケルト神話の戦神カミュルスであるというものである。コルチェスターの古い名はカミュロデュナムであるが、カミュルが、郊外音化して、カウイル、カウル、コールに変化したというのもあり得ないことではない。特に、ケルト語ではあり得ることだ。もし、カミュルスがコールであるならば、 コルチェスターとカミウロデュナムは同義語ということになる。ラテン語の形はケルト語の借用翻訳ということはあり得る。ありがとうございます。